ハロー、皆さんこんにちは。今週は宮崎高千穂峡を飛び出してなんと福岡に行ってきました。もう美味しいご飯がいっぱい。では最後まで見てね。朝です。今日は本当はこの横にあるウオデンさんに行こうと思っていたのですが、とってもとっても人気になっていて 100人以上待っているということなので、とりあえず受付だけ済まして、横のパンとエスプレッソというお店に入ろうかと思います。1時間以上待ってちょっとここはランチ行こうかな。そうなんです、ウオデンさんはとっても人気で、オープンと同時に入ったのにすでに100人以上待っていました。皆さんも行かれるときは早めに行かないとダメですよ。はい、私たちは今ものすごい時間を待っているので、はい、カフェで時間を過ごしています。172名待ちです。はい、私たちの番がやっとやってきました。ここはとっても嬉しいことに、予約システムが自動的に順番をお知らせするようにメールが来るんです。暑い中お店の外で待つこともなく、とっても楽でした。ありがとうございます。到着しました。私はこの明太子卵いくら丼を頼みました。じゃあは海鮮丼です。今からシールもらってんな。ここのね、お店はお味噌汁とかこういうお漬物はおかわり自由みたいなので、いただきます。ここのお店は福岡産や九州産を中心とした厳選素材を使用する海鮮料理店となっているみたいですよ。福岡へ来た時はぜひ行ってみてね。では私たちはお昼ご飯も食べ終わり、福岡大名ガーデンシティに移動してきましたよ。その中にある朝子岩柳というカフェにやってきました。このお店は東京、世田谷区などで3店舗展開しているパティスリー朝子岩柳というお店になります。焼き菓子や生菓子、チョコレートをはじめとするギフト商品やパンやジェラート、クレープの軽食などもあるそうですよ。2023年6月8日都外初となる朝子岩柳福岡店がオープンしたそうですよ。店内はグレーで統一されていて、とってもおしゃれでした。そして目の前でこうやってデザートを作ってくれているのもとっても嬉しかったです。スイーツが美味しいのはもちろんなんですけど、私がとっても感動したのはこのお茶。オリジナルでお茶を開発しているそうで、本当に美味しかったです。はい、ではカフェ到着しました。めっちゃ可愛いね。なんか美味しそう。これはね、こんな器に入ってるんですけど、カフェラテ、カフェオレです。お店の店内はこんな感じになっていて、ここの奥でなんかすごいね、随時作ってる感じです。グレーを基調にしたお店がとっても流行っております。はい、夜ご飯は今日はここ馬肉のお店フロックさんにやってきました。カウンター席しかないようなお店みたいで、周りは
ご覧の通り飲み屋さんが連なっております。中入っていきたいと思います。今回とっても楽しみにしていたお店の一つ、馬肉料理専門店フロクさんです。メニューもとっても豊富なのですが、なんといっても馬刺しの鮮度抜群でとっても美味しかったです。ここのお肉は福岡県産の馬肉で、毎日新鮮な馬肉を冷凍せずに鮮度を保ったまま毎日仕入れるというのが美味しさの秘訣なんですね。馬肉はとってもヘルシーなので女性でもいっぱい食べれますよ。そして最後はとっても仲良くなった店長さんと写真を撮っていただきました。とっても美味しかったです。ありがとうございました。今日は最終日のお昼です。もつ鍋屋さん前田屋というところに来ました。オープン前に並んでたのですが、とっても混んでおります。ではもつ鍋、今日は私たちはこの平日ランチメニューというのの味噌味ナンバーワンみたいで、来たことがない方は必ずこれがいいですよって言ってくださったので、これと牛のスモツとごまさばというのをいただきたいと思います。オープンしてまだね、本当にちょうどオープンしたてなんですけど、店内は満席でございます。毎日暑いですが今日は最後なのでもつ鍋食べて帰ります。はい、もつ鍋到着。チャカ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 。これは味噌味2人前でございます。すごい机の上にこういうガスコンロをセッティングしてくれて、もつ鍋ね、美味しそうなんですね。すごいね、これお昼からこれを食べて帰ろうと思います。ではどうですか。なんかね、食べるコラーゲンって感じ。もつがね、こんだけブリブリに入ってるから、味噌ってこの柚子の柚子胡椒のマッチングがいいね。とっても人気なこのもつ鍋前田屋さん、ランチ営業しているのは博多店のみらしいので、皆さん気をつけて行ってみてくださいね。美味しかったです。はい、はい、ということで今回の九州の旅無事終わりました。終わりました。どうでしたか。いろいろちょっとね、逆光でね、いろいろありましたけど、まあ、けどまあ福岡の何ローカル風土、こんなにねコロナは前回2年も3年もありましたけども、すごいね活気強くてね、どこもいっぱいあったので、まあ、日本の何でしょう、経済も潤ってきたのかなとちょっと思ってますけども、まあいい経験できましたね、高千穂にしろ、いろんなところ行って、はい、はい、今回のメインは高千穂峡に行くということだったんですよね。はい、そうですそうです。そうそう。で、まあ、ちょっとやっぱり関西からだと交通の便がなんかこうややこしいというか、はい、そういうところもあったりとかしたんですけど、本当に行ってよかったね。そうそうそう。ちょっと今の時期暑くて熱中症になりそうな感じもあったんですけど、はい、けど本当にいい思い出になったし、まあぜひ一度は行ってほしいなっていうところで、あと福岡もやっぱり食がすっごい美味しくてね、何食べてももう美味しい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 っていう感じで、やっぱりね九州は素敵だなと改めて感じました。はい、できたら春か秋、ちょっとその涼しい時期に、高千穂峡は行っていただいた方がいいかなと思います、はい、ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。